橋本つとむは、日本の政治家、元衆議院議員、岐阜工業高等専門学校、東京外国語、大学外国語学部員パ学科卒業、筑波大学大学院経営、政策科学研究科経営、政策科学専攻修士課程修了、1981年から東京国税局、名古屋国税局で勤務、国税徴収官などを務めた。 1989年に退官し、日光証券に入社。1996年に山下証券に出向し、証券アナリストを務める。再び日光証券に戻り投資信託課長を務めた後、メルルリンチ日本証券のファイナンシャルコンサルタントとなった。その後は、ING 生命保険、ヒューマンリソシア、ハドソンジャパン再建改修、ジーク証券で勤務する。 2008年に、自ー証券を退社。なお、働きながら法政大学大学院社会科学研究科、早稲田大学社会科学研究科後期博士課程で学んだ。2006年、名城大学大学院法務研究科法学未就者、コース入学、2009年退学。2009年、第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で岐阜2区から出馬。 自由民主党の棚橋康文に敗れたが、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、初当選した。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して反対票を投じた。民主党は7月3日の常任幹事会で、 党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年11月16日、民主党に離党届を提出した。同年11月19日、減税日本に入党届を提出。翌20日に入党した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の投稿人で、 岐阜2区から出馬したが、比例復活もならず落選した。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙に、新党第一公認で、比例代表から出馬したが、落選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙には、不出馬。2015年3月7日、4月12日に行われる岐阜県議会議員選挙。 大垣選挙区に無所属での出馬を表明。投開票の結果、6人仲裁会で落選した。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、比例区から国民怒りの声公認で出馬したが落選。2019年7月、第25回参議院議員通常選挙に、愛知県選挙区から政治団体オリーブの帰公人で立候補。 投開票の結果、12人中最下位で落選した。ありがとうございます。